ポップティーン TV。 はい、ノノカノワールドへようこそ。カノンです。今日はですね、なんでこんな画面近いところからスタートしたのと思う方もいるかもしれません。私もわかりません。ということで、今日の企画は、前回私がポップティーンモデルに電話をかけてみたらみんな電話を出てくれるのかという、企画をやったんですけど、向井さんがその第2弾をどうしても見たいということなので、電話をした相手にですね、本当は私に隠してることあるでしょっていうことを言ってみた場合、もしかしたら本当に隠してる何かを言っちゃうんじゃないかっていう検証動画を撮っていきたいと思います。チャンネル登録よろしくね。ありかですかね、まず最初に。ありかにかけさせていただきます。ということで、一番最初のターゲットは愛理ちゃんにしたいと思います。久しぶりに電話するんだけど。出ないです。出ないです。出ませんでした。続いて、リコちゃん。出てくれません。二人とも。この前も出てくれなかった。リコちゃんからなんか来た。ごめん。で、今リコちゃんはただいま電話に出れない状況らしいです。で、次タコちゃんにしようかなと思ってますね。実はですね、結構ゲームの話をよくしているので、一回電話をしてみたいと思います。ごめんね、なんか忙しいのに。喋れません。いや、ちょっと待って、ひょうきょう個性が強いんですよ。呼び出しているからね、もうね、出ると思いますからね。でも、今日今日ですよ。我々がまだこう若い時がね、若い時ね、バナナなんかももう高くてね、あ、それはね、そう、なかなか食べれなかったっていうね。どうしますか、事件ですよ。もしかしてこれ誰も出ずに終わるパターンなんじゃないですか。あやみ、なんかすごい暇電をすごいしてる人みたいじゃないですか、こういうの。普段本当に用事がない限り私電話しないんですよ。もしもし。もしもし。あ、なんの、あやみん、久しぶり。いや、違うの、なんかね、なんか今いろんな人、いろんな人っていうか、あやみんの話をしてて、あやみの人、あやみの話を他の人としてたのね。なんか隠してることある？え？何？なんか隠してること？うん。え、何？特に。本当？え、何を聞いた？な、誰と話したんですか？いや、なんか。え、待って。え、これさ、どっかで見たことあるんだよね。そうだな、隠してること？カノンじゃなくてもみんなに。え、じゃあこれちょっと言っちゃうんだけど、うん、実はさ、うん、彼氏いるんだよね、彼氏いるんだよね、彼氏いるんだよね。あやみに、うん、初めて言ったこれ。嘘、ガンガンに嘘。ドッキリです。でしょうね、はい。すみません、もうちょっとなんか真剣にこう、それはさ、初めのトーンでやった方がいいかもしれない。最初からその勢いでいくの。そうだね、分かった、そう言ってみよう。じゃあ分かった、はい。ということで、あやみんは電話に出てくれましたね。でも微妙な感じでした。ポップティーン TV。 のんのん。もしもし。もしもし。もしもし、お疲れ。今お疲れ。どうした？お疲れ。いや、なんかね、うん、この前さ、うん、なんか撮影あったじゃん。あの撮影の後に、うん、違うお仕事の現場でね、なんかユアの話になったの、うん、で、いろいろ聞いたんだけど、カノンに隠してることない？え？え？待って、なに、え？どういう感じ？どういう感じ？なんかあんまり外では言わない感じ。え、なんもないんだけど、なに。なんなん、YouTube 毎日見てるよ。嘘。
嬉しい。ちょっと待って、え、聞いちゃったんだよね、なんか。え、なになになに、え、なんかちゃんとしたことを聞けてないんだ、ちゃんとしたことを聞いてないんだけど、うんうん、なんか、まあ、ユアティから聞いた方がいいねみたいな、本当のことは。え、待って、本当にわかんない。え、ちょっと水飲む。え、面白い、なんて。え、なになになに、落としてる落としてる、どういうこと。え、泣いてる、てってれ。え、なに、びっくりした。ユアティに隠してることあるって聞いたら、うん、なんか言うんじゃないかっていうドッキリでした。あ、待って。それさ、自分の個人のチャンネルでもやったんだけど。てっちゃんでしょ。今ガイさん一緒だもん。はい、ということで。いつもありがとうございます。バイバイ。はい、バイバイ。ありがとうね。ありがとうね。ごめんね、聞いてまして。うん。はい、ということでですね。なんだこれって思いましたね。皆さん、この時間を返せって言わないでください。ゆなから電話がかかってきてる。お疲れ様です。お疲れ、ゆな。はい、あのさっき撮影してたんだけど、お仕事があって、はい、あのそこでね、いろいろなんかゆなの話になって、はい、なんか隠してることある？隠してること、え、何ですか？詳しいことはゆなから聞いてって言われたんだけど。え、誰ですか？え、私がカノンさんに隠してる。なんか心当たりある？え、ごめんなさい、ないです。やっぱないよね。え、何だ。こちらポプリン TV です。え、検証ドッキリなんですよ、はい、普通に会った時は結構いろんな話ユナとするので。そうなんですよ、あんまり写真とか投稿しないですけど地味にしてるっていう、地味にあの話してるんですよ、実は。そうなんですよね。まあ大丈夫です。彼女にあの隠してるとかあんまりないと思います。カイさんがいつも言うんですよ、ひろむくんでしょ。前回もね、ひろむくんに電話したんですけど、まさかの第一印象足首ということだったので、だいぶ衝撃を受けましたよね、やっぱり。いきますね。あ、もしもし、ビビランビラン。ねえねえねえ、ちょっと今びっくりしたんですけど、あのこの前撮影でね、ひろむんの話を聞いたの、普通に。で、そしたら聞いたのね。いや、わかんない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 。怒られる、怒られる、怒られる、怒りません。え、なるほどね。なんか隠してることあるかなと思って、私たちに。カノンに、私たちって誰？あ、私に、ヒロムン自身のこと。ヒロムン自身のことでカノンに隠してること？え、ヒロムン、なんかヒロムン自身が自身に隠してる。ヒロムン自身が俺に隠してるの？え、どうよ、それはちょっとやばいぞ。待って、え、ちょっと一番意味わかんねえわ、今生きてきて。待って、今生きてきて一番さ意味わかんないこと小さすぎない？もっとさ UFO とかさ宇宙人はいるかとか、そっちの方がさなんか謎すぎない？いやいやいや、普通に隠してることがあるのかなと思って素朴な疑問として聞いてみた。何、ピン企画やったとか？そうなん？いや、ポップティンではねピン企画やったけど。え、え、何それ？おめでとう。え、どういうこと？いや、正直なことを言うと、私もよくわからない。私もよくわからないんだ。多分、誰を聞いても、誰かって聞いても、多分俺知らない。私も知らない。どういうこと？俺、カノンに何か隠してんの？ということでね、私、そろそろ。いや、ちょっと待って。授業があるの？いや、おかしいだろ。あと、4分で始まるの。だからね。え、じゃあ、4分？一回電話切るね。電話かけてきてんの？ごめんね、ありがとう、バイバイ。で、ヒロムには後で謝っておきます。はい、ということで、いかがだったでしょうか。またね、もしかしたらみんながこう手の空いてるタイミングで電話をしてくれる、電話をかけ直してくれるタイミングでやりたいと思っているので、楽しみにしていてください。はい、ちょっと電話をかけたみんなごめんね、いきなり電話して。はい、ということでありがとうございました。またね。バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとうございます。
チャンネル登録、グッドボタン、コメント、おすすめ動画よろしくお願いします。次の動画も見てね。バイバイ。